ハズミガイズ、どうも GPH です。今回もスーパーマリオオデッセイやっていきたいと思います。アッチーニャの続きですね。やっていきましょう。はい、こちらですね。2周目って感じ。わあわあわあ、こんなやついなかったです。骸骨っぽい。怖い怖い。逃げよう逃げよう。逃げないと。あ、ちょっと待って、あそこになんか咲いてる、光ってるけど、なんだろう。あ、パームーンゲット、やったね。めっちゃ嬉しい。あとはなんだろう、光ってるところ行けっつってたな。あそこだ。逆さピラミッドに行かないと。怖い。では行きますか。でもちょっと待って、あそこにアチーニャ人がいるから聞いてみよう。言いにくなんか言うかな。ああ、こいつか。じゃあここへ突入しましょう。わあはい、やってきました、地下。おお、しびれてる。地下のあっちにゃ神殿。あー、なかなか止まれないんだ。おおほほほ、これやるとどうなる。先へ進めるようにはなるね、一応。おおほ、怖っ。でもこれ使わないとあれだよね、先進めないもんね。お、敵も倒してくれるんだ、便利じゃん。よし、コインゲットして、とりあえずこっちか。おおほほ、おクリボー。んー、なんかあった。よし、これどうなんだろう、面白そう。ちょっとやってみよう。はっ、おお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 おこっちもか。あとはなさそうだね。おっ、ちょっと待って、クリボーいる。おっおっクリボー一番上に行けたよ。これボックス行けるかな、ここかな。イエーイ、ゲット、やったね。これジャンプして一応避けてるよ、滑らずに歩けるよって。なるほどね、そういう能力があるんだ、クリボーたちには。便利だね。よし、おコインゲットで、よし、ここは花で行くんだろうな。あ、ここはもう出なきゃダメ。よし、でこれはどうすんの、また大砲。そういうわけではない。でも大砲をこう引き寄せるんだろうな、きっと。ほら、なんか被ってるけど、ほっ、なんかやっぱ被ってたよ、サンバイザーかわいいね。これちょっと厳しいかな、もう一回ちょっとこうやっていかないと。よし、で彼にまた、よし、で今度は向こうまで行かないと。うわ怖っ、うわ、こういった方がいいか。結構ギリギリだよこれ。よし、うわ、なんかありそう、なんかある、入り口。お、下がるんだ。おお、どんどん地下へ行くんだね。え、何あれ、なんだろうあれなんかいる、なんかいる、なんかいるなんかいるんだけど、大砲がいるな。あ、こっから向こう行くために使うんだろうな。なんだろう、こいつとなんか関係あんのかな。
わかんねえけど。長押しで加速。なるほど。これを使わなきゃいけなかったんだな。おーおーおおお、大砲がまた来た。何それ。おお、おお、怒ってんじゃないの大仏。怒ってるよ大仏さん、怒ってるじゃないですか。しかもあの結婚指輪はこの大仏のってことは、相手がいるのか、そういうこと。いてーってなってるじゃん。違うっぽい、怖い。あ、おお、すげえ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 、ロケットパンチ、ロケットパンチ、ロケットパンチ。できなかった。あ、こいつのさ、頭の上あれじゃん、あのタクシーがさ捕まってたとこじゃん。へえ、そういうことか。そういうことだったのね。なるほどな。画面パンチ、イエーイ。はっは、どんなもんだいって感じ。おーおーおーおお、ロケットパンチきた。マジロケットパンチ。おおおお、怖っ。ガチのロケットパンチだよ今。うわうわ、なんか三角の来た、三角の来た。新しくこう氷の部分ができたね。ゴー、イエーイ。もう一回かな、3回目で倒せるんじゃないかなと思う。ロケットパンチ来たよ、怖い怖い怖い。うおほほほ、怖い怖い。まああそこまでやられちゃうとダメだよね。よし、ラスト一発でゴー。うわ、この手が、手が邪魔だ。こう左右にこう交互にやってくるね。それが結構めんどくさいかも。よし、よっしゃー、いった、いったんじゃね。どう、あバーンだって面白い。どこ行った、落ちてきた。ゲット、やった、グランドムーンゲット。やっぱり無重力になるんだよねこういう時ね。砂漠に開いた大きな穴ゲットしました。よっしゃ、これでまた最初のとこ戻るんだろうな。それで他のやつ見つけようみたいな感じになると思うんだよね。よし、お、さっきのやつを倒したら元に戻ったみたい。このままクッパを追いかけようって言ってるけど、多分足りないと思うんだよね。確かめてみよう。4個集めた。あと1個、あと1個探そう。どこだろうな、あと1個。やっとタクシーが来た。とにかく都市の国まで行ってほしいっすなって。都市の国ってのが次なのかな。ライドンベース売りたいなら30枚もらうとうじゃ、やめとくぞお、そうだ、ここのコインもゲットできるじゃん、やった。ただまだ26枚しか集めてないからさ、全然なんだね。この上になんかある、特にないか。お、あった、発見。上にあるね。上に上がってみよう。さあこれでラスト1ゲット。You got the moon。 砂の町を見晴らして、もうちょっと探してみよっか。あ、あの上のとこあるな、いけるかな。だから絶対ここいけるんだよね。あ、電線、電線でいけるのかな。電線、電線だ。電線にこう電気となって
向かっていってあそこで降りれば行けるんじゃないかなと予測。それで電気になる。よし行くぞー。イエーイ、やったね。ゲット、門の上で輝く宝ゲット。あとどこだろうな。あそこの柱のムーンを取りに行こうかな。あ、なんかいる。カメレオンいるぞ。なんだろう。オイラは高いところから滑空するためにあっちこっちを回ってんだ。ここはジャンプするのいいところだ。血が塞ぐな。クーって、こいつになれる。おお、これ使うんだ。これ使ってあっち行けるんじゃね。おーほ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 ー、あ、届かなかった。長押しで行くって言ってたもんね。あ、視点が変えられないんだ。よし、ゲット。一本柱に飛び乗ってゲットしました。よし、あとあそこも怪しいんだよな。行けそうなんだよね。このまま真っすぐ行けばいいんじゃないかな。オッケー、イエーイ、ライドン遺跡。ライドンテン、ライドンテン、ダンダンダン。コインめっちゃゲットからの、こっちはどうでしょう。イエーイ、ムーンゲット。ライドン遺跡の宝箱。よっしゃ。一応次の国に行く前にね、どんなものが売ってるか見ときましょう。こっちかな。いらっしゃいませーと。うん、ポンチョボ、ガンマン、砂の国のステッカー、ステッカー貼ってんすよ俺。買った。ライドンバス像、おお。逆さピラミッドの模型もあるんだ。いろいろあるな。あとこっちはなんだろう。こっちもムーン売ってんのかな。売ってる、買っとこうか。よっしゃ。イエーイ。というわけで帰ろう。帰れない。よし、帰れた。ちなみにこのキノピオはね、あれなんですよ、ヒントもらえるんですよ。よし、さあ残り5個集めてきました。これでいけるかな。よし、パワーアップしました。これでまた次の国へ行けるね。どこへ行くんだろう。東海岸だ、ニューヨーク。お、え、あ、都市の国じゃない、湖の国か森の国、どっちか行けるんだって。おお、森の国か湖の国か。うわ、これ悩むな。どっちにしよう、どっちにしよう。エミどっちがいい。森行きます。森だって。森の国だね、僕もそう思うよ。これ湖行けるのかな。行けるといいんだけど。ティアラに続いて結婚指輪まで心配だ、早く追いかけよう。森の国は巨大な温室で花を育ててる。ブーケの花ってのが有名だから行ったんだ。ブーケの花取り行ったんだ。なるほど、結婚式の準備をするためにその場所場所のお宝じゃないけど有名なものをかっさらってるわけだ。面白いね。おお、これが森の国、スチームガール。あ、パックンがいる。空中庭園への道、このパックン倒すともらえるのかな。ムーンがなんか回ってるけどさ、あそこなんか騒がしいねって。本当だよね。とまあ今回はここまでにしたいと思います。また次回この森の国やってきますんで、ぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も忘れずにお願いします。バイバーイ。